Good morning, good afternoon, good evening. 安子内哲也です。英語の勉強は毎日続けることが大切ですよ。1日3分間でも続けてくださいね。始めることは得意でも続けるのが苦手という方多いと思います。ぜひ3分間だけでもいいんで毎日やってくださいね。さあ、というわけで今回は単語の覚え方を皆さんと一緒に勉強していきたいと思います。単語を覚えるときにはパーツに分解して覚えると覚えやすいんです。単語の頭にくっつく部分を接頭辞と言いますけども、この接頭辞を使って今回はいくつかの単語を覚えてみましょう。それでは今回覚える単語はこちら、じゃん。はい、上から読んでみますね。ユニサイコー、モノサイコー、バイセコー、これわかりますよね。トライセコー、はい、これ並び方で想像できると思うんですけども、まず上の2つは同じ意味なんですね。ユニサイコー、モノサイコー、これ両方とも一輪車という意味なんですね。ユニ、モノ、これは一、単一であることを表しているんですね。はい、そして次、バイセコー、バイはこれは二を表すんです。二つであることを表すんです。トライセコー、このトライは三つであることを表すんです。だから車輪が一つだったらユニサイコー、モノサイコー、車輪が二つだったらバイセコー、車輪が3つだったらトライセコっていうことなんですね。これらの単語をね、使ってまずこのユニ、モノ、バイ、トライを覚えてみてください。そうするとね、読むものの中にこれらの接頭辞を使った単語結構見つかると思います。例えば、ユニフォーム、これ制服という意味ですよね。みんなで同じ形のものを身につける。それからモノポリー、これ独占ですね。一人の人が全部独占してしまうということですよね。これあとはバイリンゴー、これ2カ国語を話すってことですよね。からトライアンゴーね、これは三角形ですよね。そんな風にこれらの接頭辞を使った単語結構見つかりますから、いろいろと探してみてください。 Don't study English at your desk all the time because practice makes perfect. 英語なんてやればできる。